はい、今回は2020年2番の1番の問題を説明します。三角形 ABC において BC を2ルートに、A、各 ACB の二等分線と辺 AB の交点を D とし、 CD はルート2、コサイン A、BCD は4分の3とすると。この時 BD はいくら、サイン ADC はいくら、AC は AD はいくらであるから AD はいくらと、三角形 ABC の解説線の半径を求めなさいと。今この図は書いてないんですけど、これを元にこう図書いたんですね。でこの図を元に考えていきましょうか。まずは、BD の長さ、これ X を出しなさいと。X はこれは余弦定理を使うと、 X 乗はルート2の2乗プラス2ルート2の2乗マイナス2倍のルート2、2ルート2のコサインだな。コサインの角度 C のところだな。4分の3だ。これは2と8足してで6引くな。4だ。 X は2って出てきます。この X はこれ消して2だね。次、サイン ADC。このサイン ADC を求めなさいと。この、こっち側求めてもいいよな。こっち側ね。A、この、こっち側の角度、これ π マイナス A やけど、サインの、A とでサインの π マイナス A ってこれ一緒やな。このサインカーブか考えた場合は、ね、こういうカーブやから、ここ π やけど、これまあ A やとしたら、ここ π マイナス A な。高さ一緒やな。高さ一緒やと。だからこの図に対して制限定理、サイン A のでこれに対してこの遠い辺が2ルート2と、まあ、今2分かったから2と、これに対してこっち側は各サインの各 BCD が、で BCD やけどここのコサインの角 BCD が4分の3って分かってるので、これ事情やな。これは X やったら X の事情を足す16分の9が1やから X では16分の7やな。 X は4分のルート7や。4分のルート7やね。だからサイン A で、ね、サイン A はこれいくらなのかな。サイン A は4分のルート7やから、4分のルート14、4分のルート14、これ4分のルート7やから、これサインを反対にしたらルート2倍してるな。でサイン A が4分のルート14って出てきました。だからここも、4分のルート14で、まあ、AD の長さはいくらか。これ AD はね、P とルート 2P って書きましたけど、これ角度の二等分線から AC 対 AD は CB 対 DB になるな。まあ、これ P としたらこっちの方が長いからルート 2P にしました。ね、この AD の長さで、この AD の長さでまた余弦定理使いましょうか。P 事乗は、ルート2の事乗プラスルート2P の事乗やろ。マイナス2ルート2でルート 2P か。で、コサイン。コサインは ACD も BCD も一緒やな。4分の3。これで、計算していくと P 乗マイナス 3P プラス2イコール0で、 P はね1か2って出るんですね。 P は2にするとね、図形はね、こんな図形なんだな。 P イコール2やで、2ルート2で、ここ2、2で、ここ2ルート2で、ここルート2やな。これはね、コサインが4分の3になりませんので、まあ、P はダメで P は1。 P は1とするとね、この図形はね、またねこう書くと、これがルート2でこっち1やな。でこっちが2で2ルート2な。ここまあこの角度、これここルート2やから等しくなります、ね、2等辺三角形になると。で、AD を求めたと。で三角形 ABC の外接円の半径、これ
ABC の外接円の半径はね、2R 分の、サイン、ここ BC やとしたらサインのこのこれな、CAD やな、まあ、CAD やね、サインの、サインの、CDA は何倍だ、これ、4分のルート10やればな。で、BC の長さは2ルートですか、これで計算したよな。で、R は計算すると、R は何分なの ?7 分の4ルートなのそうなのか、 R は7分の4ルートなのか、ルートにかける4をルート14で割るのか、まだこれはルート7やな。7分の4やな。はい、以上です。